午後3時過ぎ、生徒が出迎える中、広陵ナインが学校に到着。明治神宮大会の準優勝を報告しました。帰ってきたぞ。ありがとうね。到着後はすぐにユニフォームに着替えて練習。あと一歩となった日本一へ、その悔しさは出場が濃厚な春の選抜で晴らします。控えの選手の支えだったり応援があってここまでやってこれたので、感謝の気持ちでいっぱいです。やっぱりチームとしては課題がしっかり見つかった大会だと思ってますし、個人的にはまだまだ力が足りないと感じました。自分はまだ佐々木君とに比べて細いので体をでかくしようと思いました。すごくチームとしてもいい経験ができたと思うので、その経験を選抜に生かして、この冬の間でもっとチームを強化して日本一取れるような集団になって、絶対選抜では日本一を取りたいです。